伊沢さんについて詳しければこれは正解したい問題ですね。うん、はい、どうも、伊沢君、福田です。川上です。川村です。あ、第1回伊沢王、はい、クイズドッグの顔ともいえる伊沢さんのことを誰が一番詳しいのかというのを決めていきたいと思います。なるほど、流行ってますかね、そういうの。まあ、いろんな YouTuber さんがやってらっしゃると、まあ、好きな色はみたいな感じで伊沢さんには事前に質問に答えていただいてますので、伊沢さんがどういう回答をするのかを予想してお答えください。なるほど。伊沢さんの心を最も読めた人が伊沢王。まあ、正直僕はクイズノック始まった時最初2人でやってたんで、まあ、伊沢さんのことはかなりよく知ってると思う。どういうことを伊沢が答えてくるかっていうのは割と推測できる方かなと思います。沢村さんはどうでしょう。たまに伊沢川村に当たり強くないって言われることあるんですけど、伊沢と僕はあの会話をスマブラみたいな感じでやってるので、こいつこう言うからここでこう言ったらこうも決まるなみたいなことをずっと会話でやってるような仲なので、まあ大体わかるんじゃないかなと。川上さん、福田さん、まあ2人でやってきたって言ったけど、それ動画の話で、僕が中1、伊沢さんが中2の時から知ってるんで、あ、もう10年くらい付き合いなんで、付き合いは一番長い、割とわかるんじゃないかなと思ってます。まあ、皆さん伊沢さんには詳しいという件ですね。 ですね。では第1問、数字の名前がついたアルバム19、21、25で有名なイギリスの女性シンガーは誰。まあ、伊沢さんのことをね、詳しければ伊沢さんが何て答えるか分かるんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、確かに洋楽よく聴いてるイメージはあるけど、うん、はい、では川村さんから答えをオープンしてください。ビヨンセってどうでしょう。なるほど。福田さんはテリーヌ・ディオ。なるほど。川上さんはアブリュ・ラビー。おー、皆さん答えが違うと。伊沢さんが何て答えたか見ていきましょう。アデル。というわけで正解はアデルでした。なるほどな。そうか、確かにな。確かに伊沢ならアデルだな。聞いてそうだもんね。問題、1571年、ギリシャ・コリント湾の沖合で行われたスペイン・ローマ教皇・ベネチアの連合艦隊がオスマン帝国の艦隊を撃破した戦いを何という。まあ、伊沢のことだから、うん、多分これかな。まあ、あんまりこういった踏み入った話はね、うん、なかなかしないかもしれないですね。いや、今ね、伊沢さんのこと知れてますね。うん、川村さんから、ちょっと自信ない、レパントの海戦。はい。福田さんはレパントの海戦。はい。川上さんはアクティブの回線。なるほど。まあ、伊沢ならレパントじゃないかなと思ったんだけど、いやもうこの辺はちょっと全然喋ったことないんで。なるほど。ちょっと自信ない。それだったかもっていう気はちょっとしますね。この辺はね、話したことあるんだよね。それでは正解見ていきましょう。レパントの回線。イゴナイーブ社、レパントの回線でした。はい。なるほど。川村さんと福田さんがお見事正解ですね。はい。まあ、伊沢ならこれかなってのはあるかな。いやー、ちょっと読めなかった。伊沢さんについても知らなかったし、世界史についてもちょっと知らなかった。なるほど、なるほど。3問目、命輝く未来社会のデザインをテーマに2025年の万国博覧会が開催される都市はどこでしょう。ジャガ言いそうなのこれなんだよね。はい、それでは河村さんから。大阪。大阪、あんまり日本の地名いそう。福田さんはクウェート。クウェート、外国に行ってみたと。川上さん、僕も大阪です。おー、なるほど。答えがまた2つに割れました。うん、何でも言っていい時に国内のこと言いがちなんだよね、彼。伊沢さんが何と答えたか見ていきましょう。大阪。はい、というわけで正解は大阪でした。よし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 、伊沢ドバイに引っ張られちゃった。問題、子役として活躍する新津千世の父親である映画監督は誰。確かに伊沢さんについて詳しければこれは正解したい問題です。うん、あー、なんか言ってた気がするんだよな。川村さんからオープン。ちょっとイメージわからないんですけど、宮崎駿さん。おー、監督。新海誠さん。はい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 。これ是枝裕和さん。なるほど、正解を見ていきましょう。新海誠さん。というわけで正解は新海誠さんでした。はい、よかった。いやー、そっかそっちか。新津って名字の人知らなかったんで、本名は新津だけど別の名前でやってる監督だろうなと思った時に、はいはいはい、また新しい新津だとしたら、まあ津って海ってことだから、本名が新津だったら新海っていうペンネームになることはあるかなっていうことを伊沢さんなら推理するかなっていうことを推理して取りました。
一番上行かれたな。あ、確かにジブリ好きだし、うん、万引き家族も結構。そう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 。いや、なんかね、なんか雑談の中でこういう話をした時にちょっと混ざっちゃったかな。得点の整理をしていきましょうか。つまみさんが2点、福田さんが2点、川上さんが1点。いやちょっとね、追いつきたいな。問題、消しゴム付き鉛筆で消しゴムと鉛筆をつないでいる金属部分のことを何という？まあ、伊沢だもんな。伊沢か、こういうことも。そうなんだよ。いやそう、彼口癖なんで。あ、よく言ってると、うん、一番言ってると思う、この中だと。そう、会うと必ずこの言葉言いますよね、うん、おはようの次に言いますか。オープンしていきましょう。フェルール。はい、福田さんはフェルール。はい、川上さんはもフェルール。お、答えが一致しました。それでは見ていきましょう。あ、危ない危ない危ない、うわー、出てきた。あー、危ない。あー、死ぬかと思った。よし、フェルール。というわけで正解はフェルールでした。やったー、やったー。いや、もうね、完全に脳内再生できた。まあ多分思い出せないだろうなっていうのもね、わかりますよね。最終的に得点は川村さんが3点、福田さんも3点、川上さんが2点。というわけで伊沢王は川村さんと福田さんでーす。よし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 。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てください。いやー、悔しいな。まあ、川上よりも伊沢に詳しかったってことですね。5倍詳しいですね、伊沢に。いや、あ、そうか、そういうことになりますね、うん、はい。まあ、今回はね、あの普通のクイズと違って知識全く関係ないですから、まあ、伊沢さんにどれだけ詳しい。いやーね、そっか、やっぱ YouTube なー、なんかやってるもんね、やっぱ。はい、ということで、伊沢をやってきました。視聴者の皆さんもね、伊沢さんについて詳しい人であればたくさん正解できたと思いますし、まあ、伊沢さんのこと知らないなという人はね、まあ、正解できなくても仕方なかったのではないでしょうか。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャンネルなどもよろしくお願いします。それではコメント欄に何点取れたかも教えてください。